今日の名言ドルクン・エイサ世界ウイグル会議議長11月12日は東トルキスタン共和国現在の中国,新中国の新疆ウイグル自治区の独立記念日です臓器摘出は過去にウイグル人に影響を与えた恐ろしい犯罪であり現在はエスカレートしている可能性があるウイグル人の囚人からの 臓器の収穫は25年以上前に始まった。医師によれば注射は凝抗凝固剤であり犠牲者がまだ生きている時に臓器を取り,もどの取り,取り,取り除くために使用されている。1995年私の友人のエンベル・トフティは処刑場で撃たれた後もまだ生きている囚人から臓器を取り除くように命じられたというひどい経験をした。 1997年の有名なグルジャ事件では400人から1600人もの抗議者が拘留されされ多くが処刑された全ての医療従事者はそれについて口外しないよう強い圧力をかけられた私たちが今日直面している状況は20年前よりもはるかに悪化している現在1万人以上ものウイグル人 およびカザフ人が収収容容所に収容されているこれは第二次世界大戦以来の明確な民族宗教グループの最大の交流であり今日の世界で最大の民間人の交流だ現在20万人から30万人が密かに譲渡されているという信頼できる報告がある一部は4 0 0 0キロ以上離れた黒竜交渉に輸送されたと報告されている 収容所に誰が拘留されたのかの記録はなく、囚人は無期限に拘留されている。彼らには法的権利も拘留を上訴する能力も弁護士に連絡する方法もない。収容所ではすでに少なくとも36人の死者が確認されている。秘密にされているため、実際の死者数は確かにはるかに多いはずだ。これには 2018年に亡くなった私の母も含まれる私は1か月後まで死について聞くことはなかったそして私は母がどのように死んだのかまた東トルキスタンの私の家族の残りについてそれ以上の情報も受け取っていない日本の衆院が今年2月中国避難 人権侵害という文言がない人権決議を採択したことについて人権問題はいろんな場所でいろんな形で起きているがウイグルで起きているのはジェノサイドだ日本にはここの区別をはっきりとした上で国際的な舞台で立場を示してもらいたい日本は世界第3位の経済大国でアジアでの影響力も大きいそれに自由の国だ 私たちや国際社会の期待に応えられる国だと信じている安倍晋三元総理について今日のように国際的な問題になる前からウイグルの人権問題に関心を持っていた方だ私は2008年に初めて来日した際挨拶することができた他の国が口にできなかったその頃から中国の指導者に ウイグルの問題を堂々と話していたのが安倍氏だったその死は日本人にとってだけではなく世界のウイグル人にとってもすごく悲しいことだ